韓国の正義ベタは有名な話です。運用されている軍事装備のほとんどは、動かない状態にグローバルホーク、もう4機中2機が動かない。今回はこのメンテナンスについて詳しく紹介していきましょう。グローバルホークもどうかない、F-35A も今後わからなくなってきました。軍事関係の品には必ず維持管理が必要です。高い経費で購入したものですから、メンテもちゃんとしなければ耐用年数まで持たない。このメンテナンスをいい加減にすると後で泣きを見ることに。2019年12月を皮切りに、韓国はアメリカから次々と高高度無人偵察機グローバルホークを4機購入しました。ライアンエアロノーティカル社の製造した偵察機で、攻撃能力はなく偵察のみの機能を持った航空機です。意気揚々と購入したはずの偵察機ですが、この一部に部品の故障が発生してしまったのです。韓国軍当局の話では、今使用しているのは、1号機から4号機ですが、2019年12月に購入した1号機に、故障が見つかったとか、航空機にとっては、重要なランディングギア、着陸装置から、油漏らしていたというのです。下手をすると着陸時に火を吹くことになりかねない重大な故障ですね。そして2020年4月購入した2号機にも、革新制御センサーに関する異常が見つけられました。軍事用品はもともと巨額な費用がかかりますが、グローバルホークも例外ではなく、なんと1機あたり2000億ウォン、約185億円もするそうです。そんな高額な最先端の機体、国家財産ですね。が、2機も実用化を前に戦力化の段階でストップせざるを得ない状況に陥ってしまったのです。韓国軍は2021年下半期には作戦配備したい予定で、その日程を目標として、飛行及び装備性能の検証などの戦力化段階を現在一生懸命進めていると思われます。残りわずか1年というキツキツ日程なのに、このような状況が発生してしまったのですが、空軍は正常な機体の部品を故障した機体に使用するという同類転換方式によって、この苦境を打開しようと努めていると言われます。つまり一機のグローバルホークを捨ててしまっても、正常な部品を故障した2機につければ、4機のうち少なくても3機は動かせる計算になるからです。185億の機体を動かすことなく、部品を外すために分解してしまうということでしょうか。もったいないですね。軍当局者は、世界中で運用されているグローバルホークは、20機以下しかない。だから、部品を融通するのは難しい、製造元の。アメリカも稼働率を上げるために、同類転換の方法を使用しているということでした。部品をやり取りできないという事実に加えて、2年前から世界中に蔓延する新型コロナウイルスの影響により、人々の往来が禁止、または
少なくなっています。軍関係者も同じですから、アメリカの技術者たちが韓国へ入国するのも難しくなっていますから、ますます修理作業が遅れることになったのです。グローバルホークは実用化まで時間がかかる。今のうちに部品の欠陥や整備の問題点を発見して解決スキルを上げる時期にしよう。防衛事業庁、アメリカ政府事業チーム、企業と密接に協力して目標時期までに正常に作戦を施行できるように早期に問題を改善するとも空軍関係者は話したそうです。高い金を出して買ったはいいけど、ちゃんと予備の部品も用意したのか疑問ですし、メンテナンスの訓練は受けたのでしょうか。コンピュータもですが、現物を買っただけで使えるわけじゃないですよね。ここからはネットの声を紹介します。2号機の革新制御センサー関連に異常あり。ひょっとして分解したら組み立てられなくなったってことですか。 F-35 戦闘機を買ったおまけにロッキード社がくれた人工衛星も制御システムを導入しなかったから、ただ地球の周りをぐるぐる回ってるだけで何の役にも立ってないらしいね。衛星の打ち上げも韓国でできなくて他に依頼していた記憶がある。お笑い草。せっかくのグローバルホーク1機を部品取りに使う。間に合わせ。機械って壊れるところはどんな機械でも大体同じ所だから、残りの機体の同時所が壊れたらどうするんだろう。残り3機の1機から部品を取ったら実際に動けるのは2機しかない。何回も繰り返したら最終的には全然使えないじゃん。昔の F5 戦闘機みたいな発展途上国用じゃないアメリカの兵器って、アメリカのサポートがあって初めて動く。特にこういう特殊な兵器って後が大変だよね。フォロー経費を考えると維持費の安いロシア製が途上国には人気があるわけ。性能は悪いけどね。アメリカは2021年からグローバルホークの退役を開始して、調達計画も2021年で打ち切ることを決めてる。韓国のグローバルホークは韓国型っていう特別仕様の機体。交換部品も高いと言われていた代物。グローバルホークを買った他の国は部品が高いという問題もないようだし、要するに韓国向けにグレードダウンしたせいで部品が高くなったんだと噂されていたよね。などなど、徴用工問題などで、最近は日本に対して友好的とは言えない。韓国に対する目は厳しいものがあるようですね。では、韓国の別の話題を紹介します。2019年12月17日、韓国空軍のステルス戦闘機 F-35A 戦力化の行事が、非公開の内部行事に実施されました。キヨス空軍基地で行ったのですが、ウォン・インチョル空軍参謀総長が主管する軍内部行事という形にしたので、大統領と国防部長官は出席しませんでした。
メディアの取材許可も下りず、外部からの出席者は、防衛事業庁の関係者、F-35A の製造会社であるロッキード・マーチン社、ライアン、エアロノーティカル社と合併関係の人間など少数のみだったといいます。この行事の趣旨は、結果として関連する要因への激励ということになりました。軍の戦力化行事は、通常なら大々的に行われます。国民に対してでもありますし、外国へ国威を見せつける目的もありますから、派手にしますよね。ロシアや中国等を見てもお分かりでしょう。しかし今回は非公開でした。関係者は、小規模にした理由を大統領が出席した国軍の日にもソウル国際航空宇宙及び防衛産業展示会 ADEX においても F-35A は公開している。今回は追加で公開する必要はないと判断した。続けて戦闘機は国防に関わる大切な資産、機密が要求される品を何度も何度も公にするのは禍根を残すという首脳部の意見もあったと説明しました。と言っても、過去には先端武器の戦力化行事に大統領や長官が出席して大々的に行事を行った前例は数多くあります。チョンギョンル国防部長官は1月30日 KC-330 戦力化行事を主管しましています。今回だけが特別だったのでは？特別だったわけとは何でしょう。ここで飛び出すのが同民族ながら根深い対立があるお隣の国北朝鮮です。軍内外では今回の行事を小規模に抑えた、みみっちくした理由は、政府が北朝鮮の反応を意識しすぎているからだという批判が出ているのです。北朝鮮は、昨年3月、アメリカでのグローバルホーク1号機の出庫式当時から、韓国がステルス機を導入したことを反民族的犯罪行為と断定し、 F-35A の導入を何回となく非難してきました。というのは、 F-35A は北朝鮮の全域を作戦範囲として戦略目標を一挙に打撃する強大なステルス攻撃力を持っているので、北朝鮮首脳部が一番恐れている武器だと推測されているのです。北朝鮮宣伝メディアは、 F-35A の導入は南北軍事合意に反しないと言い張る。韓国の主張は詭弁だ。南朝鮮が武力を増強したり、我が国を挑発するのは相手に対するあらゆる敵対行為を中止するとした。南北共同宣言と南北軍事分野合意書に明らかに違反していると強い口調で批判しました。それに対して韓国政府関係者は、北は軍事合意書の双方は武力増強問題などを協議するという部分を悪用していると述べました。韓国としては、北朝鮮は言いがかりをつけていると言いたいところでしょうが、そこまであからさまには反論できないのでしょう。グローバルホーク1号機が非公開で導入されたのも、このような雰囲気と大いに関係があります。このグローバルホークは地上 20km 上空からレーダーや赤外線探知装備を使って
地上にあるわずか30センチメートルの物体まで識別可能という最先端偵察機なのです。要するに衛星にも負けない監視能力があり、北朝鮮の核やミサイル動向を把握することが期待されます。だからこそでしょう、北朝鮮は8月祖国平和統一委員会の談話を通じ、韓国はいつも平和平和と言って我が国を攻めるが、アメリカから買った無人機と戦闘機は何に使うのか、曲芸飛行しながら農薬でもばらまくのだと言い訳するつもりなのか、我が国の戦力を偵察するつもりなのにとグローバルホークの購入を非難したそうですよ。もう、すでに情報を知っている方はスルーしてください。韓国が2番艦マラド強襲揚陸艦を就役しました。今回は、甲板の耐熱処理について詳しく見ていきます。F-35B ステルス戦闘機艦載可能との報道もあったが、実際はでしたね。やっぱり言うことと、することが違いますね。ある意味スケールが違います。2021年6月末に、韓国で独特級強襲揚陸艦の2番艦となるマラドが就役し、1番艦のドクトの2007年に、就役から14年を経たこともあり、同型艦とはいえ、可能な限りの船体の拡張が図られた形となっている。具体的には、マラドは、満載排水量が19000トン、全長 199.4メートル、全幅 31.4メートルとなっており、これは、1番艦のドクトより、満載排水量で約500トン、全長で約15メートルほどの船体の大型化が実現されたものだ。このドクトから今回のマラドまでの14年間に、日本の海上自衛隊では、ヘリコプター搭載型護衛艦の出雲、加賀に航空母艦化改修を施すことが決定したため、韓国もこれを睨んだ艦としたかったようだ。というのも、マラドの全通飛行甲板には、航空機用の耐熱処理加工が施されているといい、一部では、日本の出雲、加賀、同様に短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型の運用の可能性も取り沙汰されている。しかし、マラドの飛行甲板への耐熱処理加工とは、大型輸送機 MV-22 オスプレイの離着陸に対応可能なレベルであって、F-35 ライトニング 2B 型の超高熱の排気熱に対する耐性は備えていないというのが大方の見方だ。これは F-35 ライトニング 2B 型の排気熱に耐うる耐熱塗装の技術を韓国が有していないことや、そもそも独特級強襲揚陸艦の内部構造は F-35 ライトニング 2B 型を収容する設計ではないことが、その理由として挙げられている。また、耐熱加工以前に
マラドの飛行甲板の強度自体が、戦闘機の離発着の荷重を視野に入れて設計されたものではないとも言われており、その点からも、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とすることは、物理的に困難な模様だ。こうしたある種、非常に特殊な F-35 ライトニング 2B 型の運用に、必要な飛行甲板の強度、耐熱加工、エレベータや収納スペースの構造を鑑みれば、見た目に全通飛行甲板を備えるとはいえ、戦闘機運用は容易ではないとわかる。裏を返せば、日本の出雲や加賀は、設計、建造の時点から F-35 ライトニング 2B 型の運用を想定していたとも言えそうで、これらの建造の際に、野党が憲法で禁止された空母だと非難していたのも当たっていたと言えなくもない。ただし、これまでの日本政府の見解では、日本が憲法上保有できないとしているのは、SLBM を搭載した戦略型潜水艦や長距離戦略爆撃機、そして攻撃型の空母であり、出雲、加賀は攻撃型に抵触しないとの判断に基づく。自衛隊は軍隊ではないという他国から見れば摩訶不思議な政治的な命題に絶えずさらされている中では、艦艇、航空機等の主要な装備の調達にも非常に面倒な理由付けが不可避であり、現場や防衛省の苦悩も一方ならぬものがあるだろう。さて、韓国のマラドだが、一番艦のドクトは強襲揚陸艦だと韓国内でも表現されているが、今回は大型輸送艦と呼称されており、これがどこに向けられた何故の配慮なのかは、はためからはよくわからない。韓国内のメディアは、一番艦のドクト、そして二番艦のマラドと、着実に韓国が航空母艦建造のノウハウと技術を積み重ねてきていると、概ね報じており、世論的な面からも、航空母艦の保有に日本のような意味での否定は見られない。ただ、現実的な論者たちからは、韓国の最大の仮想敵国は、今でも一時休戦状態にある北朝鮮であり、地続きの同国に対して航空母艦を保有することは、有効な対応策ではなく、F-35 ライトニング 2A 型の配備を削減すべきではないとの意見も見られる。こうした意見は、韓国の置かれた地理的、軍事的状況を考えた場合には正論だと思えるのだが、多くの世論は、日本が、竹島、韓国名、ドクトを軍事力で奪還しようと目論んでいると捉えているようで、その対策に、空母の必要性を唱えている。これは、日本が、出雲、加賀、の航空母艦化を決定して以降、なおさら、韓国も、対抗上航空母艦を保有すべきという声が大きくなり、世論に迎合し政権の支持率を高めるために、現文政権が半ば強引に推し進めているように見える。韓国は、マラドに続くドクト級強襲揚陸艦の3番艦を、すでにペンニョンドと命名して建造する計画を推進しており、これが、このところ本格化している。韓国初の軽空母になるものと考えられている。韓国の軽空母計画で興味深いのは、これまでドクト、マラドの2隻のドクト級強襲揚陸艦の建造を手掛けた阪神重工業者ではなく、ヒュンダイ重工業者とテウ造船海洋社が名乗りを上げている点だ。前述のようにドクト級強襲揚陸艦を通じて航空母艦建造のノウハウと技術を積み重ねてきたと報じられている割には、注目の大事業であるにもかかわらず、その建造企業を変更する方向で進んでいるのは、稀有な感もある。ただし、いずれにせよ、韓国独力での航空母艦建造は困難であるために、ヒュンダイ重工業者には、イギリスのクイーン・エリザベス級航空母艦を手掛けたバブコック社が、テウ造船海洋社には、イタリアのフィンカンティエリ社が支援を実施している。すでに、
韓国の軽空母計画の初動の概念設計においては、ヒュン大重工業社の案が採用されており、したがって、バブコック社が支援する形で、クイーン・エリザベス級航空母艦と同様のスキージャンプ式の発艦方式が盛り込まれる可能性が高い。2021年5月に、イギリスのポーツマス港を出港し、極東地域派遣へ向けて航行中のクイーン・エリザベスだが、こうした事情もあり、韓国に寄港する可能性も高いとみられ、本採用に向けた韓国へのアピールが予想されている。一方のテウ造船海洋社とイタリアのフィンカンティエリ社のコンビは、ドクト級強襲揚陸艦と同様に、むしろ艦艇の船体をコンパクトにし、ある種小回りの利く運用の実現を図るものではないかとも感じられる。フィンカンティエリ社が手掛ける代表的な艦艇は、2022年に就役予定で偽装中のイタリア海軍の強襲揚陸艦トリエステであり、これは基準排水量 25,816 トンで、韓国が考える軽空母よりも若干少ないと言えそうだ。強襲揚陸艦トリエステは、全長245メートル、全幅47メートルと比較的小型だが、それでも艦載機はヘリコプターとへ、F-35 ライトニング 2B 型の合計で、最大20機ほどの収容が可能とも言われており、航空機の運用能力も低くはない。ただし、韓国の軽空母用のテウ造船海洋社と、イタリアのフィンカンティエリ社の案には、強襲揚陸艦、トリエステや、ヒュン大重工業社、バブコック社案と異なり、スキージャンプ方式は採用されていない。個人的には、クイーン・エリザベス級航空母艦を、若干ダウンサイジングしたかのようなヒュン大重工業社、バブコック社案よりも、テウ造船海洋社と、イタリアのフィンカンティエリ社案の方が現実的な気はする。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。まだまだ性能という部分では分かっていないが、日本の潜水艦技術には到底及ばないのはすぐに理解できるだろう。最新鋭潜水艦にはリチウムイオン電池が装備され、機動力まで手に入れているのが現実だ。本当の意味で大変なのはこれからだ。島山康政宏とサン・アン・チャンホが本格的な任務開始から、本来の潜水艦の意味が出てくるだろう。韓国軍がどこまで潜水艦部隊を編成できるか未知数だ。期待半分。と言うべきか、技術レベルで言うのはこれからだろうが。しかし、時代は、もっと革新的な技術が必要となってきてる。戦略的な戦術とともに装備する方向性までも違ってくる。
どこへ向かうのかはまだこれから。それでは、進水式を見ていこう。韓国海軍のトサン・アン・チャンホは、2018年に進水し2022年に、収益を目指している。韓国にとって初となった自国建造であり通常動力型としては、最大級とも言える規模の潜水艦だ。それまでの韓国海軍は、ドイツ製の209型潜水艦を輸入することから始め、自国内組み立て、自国内ライセンス生産を経て、潜水艦建造に必要なノウハウを蓄積し、この艦の建造に至った。トサン・アン・チャンホの特徴は通常動力型潜水艦としては、大きな水中排水量と、攻撃型潜水艦という分類にとまらず、戦略的な用途にも、使用可能な垂直発射装置 VLS を備えている点だろう。これは第二次世界大戦後にも長い期間をかけて独自の潜水艦建造を行ってきた日本の潜水艦と比較しても数値上のスペックからは未知の領域と言える分野に踏み込んだものだ。島山康正弘、トサン・アン・チャンホは全長が 83.5メートル、全幅が 9.6 メートル、水中排水量3705トンであり、これに続く2番艦、3番艦は敵時間用を拡大していく方式で建造が進められている。ちなみに、海上自衛隊の最新型双流型潜水艦は、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、水中排水量4200トンであり、ほぼ同サイズと見て差し支えないと言えるだろう。この、双流型とほぼ同サイズにもかかわらず、VLS を6機搭載した。トサン・アン・チャンホは、通常動力型としては比較的大規模はいえ、かなり強引に兵装を押し込んだ印象を受ける。前述のように拡大が予定されているトサン・アン・チャンホの2番艦以降には、さらに垂直発射装置 VLS を増設、計10機が搭載される計画であり、かつ原子力推進機関の採用も囁かれている。初の潜水艦自国建造から、さすがに原子力推進型までの飛躍は少し、眉唾者だとも思えるが、そもそも自国建造とは言うものの、完全な国産の潜水艦と言い切れない要素も多い。まず、設計そのものが韓国内で行われたことは事実であるとはいえ、内実は依頼したイギリスの企業が韓国内に事務所を設置してそこで設計したというのが正確な表現だ。また、トサン・アン・チャンホに搭載される電子機器類も、ソナーをはじめとして、機関部のほとんどがヨーロッパ製品の輸入及びライセンス生産であり、純国産とは言い難いのも実情だと言える。しかし、トサン・アン・チャンホは、こうした外国製品の導入コストもかさみ、建造コストは、優に830億円を超過し、双流型最新艦の東流の約690億円と比較しても、高額となっている。ただし、トサン・アン・チャンホは、鉛製の蓄電池と燃料電池を併用した。非待機依存型システム機関を搭載しており、王流以降のようなリチウムイオンバッテリー搭載艦ではない。それでも、スペック上の水中速度は時速20ノット以上だと言われており、この点については、
双流型と比較しても遜色のない速度を実現していると言えるだろう。とサヌアン・チャンホは前日のように垂直発射装置 VLS を6機実装しており、これは巡航ミサイルだけでなく弾道ミサイルにも対応可能なことから、戦略兵器としても位置づけられている。ここで疑問となるのは、一体どこの国を仮想敵国に設定して、こうした戦略潜水艦の運用を想定しているのかという根本的な問題であろう。韓国が直面する目下の仮想敵国といえばもちろん北朝鮮なのだが、その北朝鮮は総隻数こそ70隻近い潜水艦、潜水艇を保有してはいるが、どれも旧式であり、韓国の優位は揺るいでいない。そもそも北朝鮮の潜水艦、潜水艇に対応することを第一に考えた場合、何も戦略的に弾道ミサイルまで潜水艦に装備する必要はなく、通常の魚雷で十分対応可能だと思われるのだ。アメリカやロシア、近年の中国などの軍事大国であればこそ、他国の領土を先制攻撃も、しくは報復攻撃が可能な戦略型弾道ミサイルを実装の潜水艦を配備しているのが現実だ。そのことの是非は、ともかく直接の仮想敵国北朝鮮は地続きの国である。韓国がわざわざ大金をつぎ込んで戦略型として使用可能な潜水艦を配備する必然性が見当たらない。このことから一部には日本に向けた攻撃力を誇示することが韓国の狙いだとする向きもあるようだが、そこまで恣意的な悪意を持っていないと思いたい。もし仮にこうした方向性が顕著になるのであれば、日本としては護衛艦いずも、加賀を航空母艦とする改修は行いつつも、さらなる対潜哨戒用の艦艇を必要とするだろう。ただ反面、逆の見方としては、こうした無用な兵器に韓国が予算をつぎ込んでくれている間は、そこまで日本が心配する必要はないとも言えるのかもしれない。むしろ、北朝鮮と韓国がこれまで以上に蜜月な関係となり、その潜水艦が北朝鮮の核兵器と結びつくことがないように監視を続けることが肝要とも言えそうだ。